表現の不自由展東京実行委員会は当初6月25日から開催を予定しておりました表現の不自由展東京展を延期することを決定いたしました開催予定でした神楽坂のセッションハウスへの 妨害行為が続いたために前回10日,10日ですね6月10日の記者会見で公表しましたとおり同会場では開催を断念することになってしまいましたそして新たな会場を探していたんですけれども実は9日にはあの新たな会場が見つかってです、ね、10日にはあのそちらの会場の方と貸し出しを合意いたしました。 今度は新たな会場の方から。近隣への迷惑がかかるということを理由として、最終的に貸し出しができなくなったという連絡があったんですね。本当に困惑して。でも何とかあのまたお願いできないかってことでですね。あの。あのもちろん交渉の会合を持ったりしてたんですけど、えっと結局ですねえー。覆らない。 ということが確認されてしまい、まあその結果、この新しい決定していた新しい会場での開催というのをまた断念せざるを得なくなってしまったわけなんですね。またこれからあの新しい会場を探してですね、必ずできる開催できるということを私たちは確信しているということをもう一度申し上げたいと思います。セッションハウスも10日にこの記者会見をした後も実は攻撃は続いていました。 でその週の週日日曜日には凱旋も来ていいます。ととうことで、やっぱりかなり必要に攻撃が来てるっていうことでですね会場面の公表によってまたさらなる新たな攻撃が生まれるってことをもちろんあの私たちも心配をしてですねセッションハウスではやりませんって公表したんですけれどもその後もセッションハウスでの妨害があって、えっと、ずっと私たちはその。 担当を分かれてですね、セッションハウスをずっと守ってもいましたで、片方で展示会の準備もしていたわけです。で、えー、っと一方、その頃からですね実行委員会に今度は直対して直接の攻撃メールが始まっていますで、その中にはですね、本当に犯罪に値する内容も含まれてきているんですね、ですので、今その、そのことについて対応を検討しています。